前さんあの岩の中にいたのよねその間ずーっと眠ってたのみじろぎも出来なんだが眠れようか声も出せぬままに世を恨んでおったわだからオロチ様の力の残りでしゃべったんだそれで聞いたことがある気がしたのねそちソチを見ておると まるでわらわ自身を眺めておる心地じゃ。たまものまさんと私ってそんなに似てる争いが好きなところは同じだけど。そちの匂い、可能。わらわとよう似た好奇をまとうておるわ。ねえ、たまものまさん、この先も組んだら面白いことができそうじゃないふん、そうやもしれんぬ。 そちならば、我が望みも叶えうるであろう。オロチ様がいなくなって退屈してたけど、まだまだ争いは楽しめそうね。<laughs> いやあ、岩から出られてよかったよな。岩に封じられる辛さったら、ねえもんな。あの苦しみを分かち合えるは、そちのみか。去りとて、わらわの恨みは、 消えぬがのう。岩に封じられたもん同士じゃねえか。俺のことは恨まないでくれるよな。悟空、ソチは戦海での戯れゆえに封じられたそうじゃのう。ああ。いたずらが過ぎてね。そこを清盛のおっさんが助けてくれたんだ。ふん。やはり助けがなくば封印は解けぬか。 となれば、今から策を講じておくか。なあ、もう俺のこと恨んでねえよな。これからは、仲良くやってこうぜ。よいが仲直りの証に、一つ契約せぬかもし一方が封じられれば、一方がそれを解く。どうじゃ 名案であろうふっ、ふふっ。そなたの式、まこと面白きものよ。わらわにも使えるかのう。いや、さすがに難しいだろうな。それにあなたには、無用なものではないかははっ、<laughs> そうじゃった。よく見覚えれば、真似られようからな。 最近我が式に似たものを見かけると聞くなあなたの仕業かなふん。<laughs> 何を申しておるのじゃわらわにはとんと覚えのないことじゃに姿を作るのは得意らしいが案外見えすいた嘘をつくものだね そなたの力が傍らにあらばこの世もいずれ面白うなろうかのうさあどうだろう私があなたのそばにいるとは限らないのだからはことのはにては拒めどもたちまち離れはせぬようじゃのう今になってお前と同じ場所に立つことになるとはな 王竜様、ようございましょう。ここは戦なき世となった未来ゆえに。その呼び方はやめろもう騙されんぞこの状況、どうも居心地が悪い。王竜おお、そなたわらわを避けておらぬか何ゆえ、<laughs> さように、無体なことを。 泣き真似などに騙されるものかそもそもお前と慣れ合う必要はないだろう。なんじゃ、つまらぬの。まっすぐゆえに、操りやすしと思うたが。先日は悪かった。お前にも心はある。初めから突っぱねるべきではなかったな。そう言うてくれおるか、王竜よ。 <laughs> やはりそなたは面白うてならぬのうなぜ面白がられるやはり納得いかん状況だな。